に願いをこんばんは。今宵、こうして全員で集まることができ、私の心は嬉しい気持ちでいっぱいです。ここでの暮らしは快適だとは決して言えませんが、そんな中でも時折、私は幸せを感じます。例えばそれは、小道で遊ぶ子供たちの笑い声。お母さんに抱かれた赤ちゃんたちの甘い匂い。 テキパキと働くお父さんたちの汗。数時間歩いて通う高校生たちの目の輝き。物資を配るボランティアたちの手のぬくもり。地球をするおばあちゃんたちが飲ませてくれたお茶の味。畑を手入れするおじいちゃんたちの歌声。AI やドローンたちの心優しい気遣い。動植物たちの恵みと癒し。 そうした数々の一瞬です。ですから私はこう思います。世界中のあらゆる存在は安心・安全な日々を生きるための互いの違いを尊重し協力して生きるための愛情と勇気と権利を皆等しく持っていると。さあ、みんなで歌いましょう。一人一人の願いがこの美しい夜空で光り輝くように。 ME13 年12月1日、シリア難民キャンプ。